ファミツヤ的クラウマ TV。 今日はまたいつもと違ったメンバー構成になっているんですけれども、今日この動画何をするかというと、月2本定期的な新しい動画としてデッキニュースという新コーナーを立ち上げました。すごい。そして隣にいるのは、なんとこの前日本一決定戦でベスト8に今残っている、ナウですね、残っているフチさん、トレジャーハンタークラン所属のフチさんにお越しいただいております。はい、よろしくお願いします。やっぱり、実力者なんで、今後このフチさんを軸にちょっと今流行りのデッキのトレンドデッキだったりとか、マルチグラチャレですね、そういったところのご紹介をさせていただこうと思っております。はい、させていただきます。はい、じゃあまず一番最初のこの前あれですよね、そのバランス調整があって、いろいろ数枚のテスラの強化だったりとかあったと思うんですけど、フチさん的にその前回のアップデートで何が一番大きく環境変わりましたかね。そうですね、やっぱり一番大きく変わったのはスケルトンラッシュですね。あれがもうほとんど前と同じくらい、一番強かった時と同じくらい強くなって、しかも外側から出ることになって、こう対処しやすくなったかなと思いきや、むしろ難しくなってきたっていうのもありますね。なんか人によってはなんかその情報修正っていう意見だったりとか、いやいやそれは情報じゃなくて下方だよみたいな意見もあると思うんですけど、フチさん的には情報修正されたみたいな。完全に情報修正ですね。もうトップ環境に食い込むデッキです。はいはい、はい、今そのグラチャレ、マルチ、いろいろあると思います。まずグラチャレの環境からどんなデッキが今流行ってるんですかね。そうですね、やっぱりグラチャレの環境、マルチの環境を見ても、多分一番多いのは枯渇デッキと、三重子デッキ、この2つがど安定で、アップデが来ても強いまま、特に枯渇デッキはもう 2,3 シーズンぐらいもうアップデが何回来てもずっと強いままで、変わらぬ強さを維持してますよね。三重子デッキもなんかちょっとずつ形を変えてますけど、やっぱりずっと強いままで、この2つがもう2大ど安定メタという感じですね。で、他のホグデッキとかマスキラデッキも削りデッキもいろいろありますけど、それは常に形を変えていってるって感じですね。はい、なるほどですね、わかりました。まずじゃあ1本目のデッキ紹介なんですけど、まずこちらのデッキですね、ホグライダーを軸にした比較的平均コスト 2.9 の軽めのデッキにはなってるんですけど、どういったコンセプトのデッキなんですかね。はい、そうですね、ものすごく高回転で削っていくホグっていうのは今まで割と少ないんですね。今まではホグメガナイト、ホグペッカ、このデッキは結構強くて、さらにトルネホグファルチェもあるんですけど、このデッキはもうさらに軽くして、もう常に相手を攻めていくことで主導権を握らせない、このインフェルノドラゴンも、普通はインフェルノタワーでもいいところを、このインフェルノドラゴンで、さらにこのインフェルノドラゴンは攻めもできるので、このカウンターも意識しても常に攻め続けることで主導権を握るっていうデッキですね。はい、わかりました。じゃあ一回ちょっとこのデッキのどんな感じで、まだねこのデッキ見ただけじゃどんな戦い方をするのかって想像つかない視聴者の方も多いと思うので、じゃあ一回ちょっとリプレイを見つつ、フチさんにちょっと解説いただこうと思います。はい、まずはそうですね、枯渇相手の、今トップメーターの枯渇相手のリプレイを見ていきましょう。やっぱ採用率高いデッキ相手にどう立ち回るのかっていうのは見たいところでもありますよね。はい、やっぱりこれをメタらないと、対策しないと始まらないっていうのがありますね。これ初手は基本的に吹き矢ゴブリンでもアイスゴーレムでもって感じですけど、相手が先に動いてくれたので、はい、とりあえず守って、この場合丸太が来るのも警戒するんですけど、最初なので様子見ですね、特に出さないで。枯渇は丸太の採用率がほぼ確定ですね。はい、バンでもしない限り絶対に出てくる。やっぱり枯渇はこのアップデートで槍ゴブリンが強くなったじゃないですか。そう、攻撃速度が上がりましたね。そのおかげで、このゴブリンギャングの槍ゴブリンもすごく強くなって、そうですよね、枯渇の、もうさらに枯渇デッキとしては情報修正されたという感じです、すごい強くなって、でこれもまた相手がインフェルノタワー型の枯渇だと分かったので、ちょっとだけ有利ですね。そうですね、トルネ型の方がきついですね。僕は非常にきついので、はい、まだ様子見ですね。ちょっと早送りします。相手にインフェルノタワーが出ないので、ちょっと戻しますね。さっき出したばっかりなので、保護を出すって感じですね。これ、お米さんも多分できそう。で、これ、インフェルノドラゴンって普通、小物相手だとあまり出したくないんですけど、
これはもうナイト相手にちょうど出してそのまま攻撃の起点にできるっていう。あとずっと手札に腐ってると圧迫されるっていうのがありますよね。手札回しも兼ねて出せるときに出していくっていう感じですね、はい。枯渇相手だと注意したいのはあの、はい、裏からユニット出していくとロケットで処理をされてしまうといったところがあるので、そうですね、特にこのインフェルノドラゴンもロケットで処理されてしまうので、うん、やっぱり一ところにユニット集めると何かとカウンターされることが多いので、うんうん、ばらけて出すのがいいですね。まあ、ここで残ったゴブリンにホグライダーをつけてという感じですね。まあ、ゴブリンがウッと切った後だったので、はい、ゴブリンがかなりいい仕事してます。そうですね、インフェを出しづらいですよね、ああいったミニです。あれコストが大きいのでこれはちょっと厳しいですね。厳しいですね、はい。でも一応ザップとコウモリで結構総動員すれば守れると思う、うん。見た感じの相性だとあのこっちのデッキに丸太がなくてザップだけなので、そうですね、ノーダメ処理が難しい、相性的にはちょっと厳しいのかなと思うところもあるんですけどね。復活、はい、相手はやっぱりこの、まあ、デッキの相性も確かにありますけど、あの立ち回り、うん、この相手が何を持ってるかっていうのも復活相手は覚えていないと結構難しいところがある。これは攻めの形が完成しましたね。そうですね、吹き矢ゴブリンがいい仕事するんですよね。吹き矢で丸太使わせてからのこのゴブリン追加がなかなかいいですね、はい。こうやって常にこうやあの相手 に相手にユニットを出させることができる、これが一番攻撃が最大の防御って感じで強いですね。これで相手もバレルを打ってくるのが一番いいんですけど、その前にホグライダーを常に回していく。このインフェルノタワーを出す位置、相手もだんだん変えてきてるんですけど、うん、でもこの場合ホグをちゃんと端っこから飛ばしていればほぼ位置は確定できるので、うん、でこれでアイスゴーレムでゴブリンギャングを守るのがちょっと前までは結構安定してたんですけど、このゴブリンギャングのやりゴムが強くなってからアイスゴーレムだけだとコスト負けに近いことになりやすいので、うん、これから結構たくさんのユニットを使って、でこれでそうですね、やっぱり丸太使った後のゴブリン、ギアゴブリンつなげていくと、こうやって時々ギアゴブリンの攻撃が入るんですね。数発入って削っていくと射程がかなり長いので、でここでホグを投げるか、これちょっとミスなんですけど、ホグをちょっとゴブリンバレルのゴブリンに出そうとしたんですがちょっとミスってしまいました。この場合もプリンセスを気にしなくていいので、まあ、そうですね、あと右落とすか落とされるかっていう瀬戸際なんで、はい、その時でこうやって最後に締めですね。で、まあ、若干相手がミスったのもあるんですけど、やっぱり丸太を持ってない状態で、うんうん、やっぱりこの枯渇相手にするだけでザップを丸太にするかっていうのが変わってくるんですよね、うんうんうん。でもそれはもうどちらかを諦めるか、うん、まあ、その時の環境にありますからね、はい。今のコウモリの採用率が上がってるっていうのもあって、まあ、コウモリをケアしたいのであればザップを入れてとか、はい、コウモリとガゴガゴ系とか、ね、そうですね、ガゴ群れ、その三重子が三重子と枯渇がいて、うん、その丸太ポイズンとかファイアーボールだとそのガゴ群れが厳しくなるんですよね、うん。だからそのザップにすると楽にはなるけど枯渇には厳しくなる、うん。これはもう立ち回りを慣れで埋めていくのか、うん、一番いいので、僕個人的にザップのが好きなんですけど、はい、対応できる幅が広いというか、そうですね、丸太だとすぐに出せるんですよね、うん、はい、相手のどの場所にいても。そうなんですよね、丸太だと見てからだと間に合わないケースが多くて、ね、ある程度予測が必要なんですけど、ザップだともう見てからでも間に合うっていうのが、まあ、はいはい、使いやすいっちゃ使いやすいですよね。そうですね、でも丸太でバレルを処理できるかできないかって正直枯渇以外には関係ないですからね、うん。ザップの方がいい場合も結構コウモリの採用率本当多いんで、だからここはまあ好みというか選択になってしまうなと、仕方ないですね、うん。ありがとうございます。まあ、デッキのポイントとしては、まあ、平均コストの軽さを生かしつつ、もう相手が大型の場合は常に逆サイですかね。そうですね、逆サイを攻め、逆サイにホグを置いた後はインドラだけで守るっていうのが理想ですね、うん、はい。あのできるだけ攻めの形を作らせないと、万が一攻めの形を作らせてしまった場合って結構厳しいですかね。そうですね、ちょっと捨てる捨ててるのも逆を狙いにありますね、うん、はい。なるほどですね、分かりました、ありがとうございます。こんな感じで、まあ、新しいタイプのホグライダーデッキも今出てきてる、はい、といった形ですね。ありがとうございます、はい、はい。じゃあ2つ目のデッキ紹介なんですけれども、はい、ジャイガゴガゴデッキですかね。これもなんか、はい、ジャイガゴガゴも昔からあるようなデッキですけど、そうですね、ちょっとあのユーノが入ってるのが新しいのかなと。まあ、ユーノは弱体化されたんですけど、はいはいはい、やっぱりあのジャイデッキの光栄としては、うん、やっぱり優秀なんですね。なるほど、この地上でユニットでユーノ以外にこの
突進してこのゴブリンとかを入れても丸太で削られてしまうし、だからといってコウモリを入れてもちょっとガブアウト役割が被る。これはもうダークネクロとユーノ、そして穴掘りジャイ、これはもう確定ですね。なるほど。ちょっとこのデッキもね、結構あのピーキーな使い方がそうです、ね、求められるのかなっていうデッキなんですけど、ちょっとねこのデッキも立ち回りの方あの見ていきたいと思います。はい、じゃあ行きましょう。はい、じゃあ試合見ていきましょう。はい、これ初手はどんな感じで立ち回る感じですかね。正直これは事故ですね。まあ穴掘りを単体で出しても一応相手がエリプトンを出してきた時もファイアボールが間に合うのでいいんですけど、ちょっと待ちたい場面ではありますね。で相手が SP を出してたんで、まあ、ちょっと逆サイにちょっかいをかけてみようかと思ったので、これ様子見ですね。はい、で相手が SP とナイト出してきたんで枯渇かなとちょっと思いますね。まあこれでも若干事故みたいなもんですけど、まあギリ耐えられることを予想して、まあ言うのもいるしということで、とりあえず受けます。でもこれ結構厳しいんですよね。これも基本的にザップがないんで、初手かなりこう厳しい立ち回りをしてます。でもやっぱり枯渇相手は必ずやっておかなければならないので、ここで今のあれですかね、枯渇に勝てるかっていうのがやっぱデッキチョイスの一つのポイントですかね。そうですね、特に BO3 でもグラチャレでもやっぱり多いので枯渇は、やっぱり慣れておくのが一番いいですね。これ正直事故ったところもうほぼ回復できてないですね。なかなか難しいんですが、このこういう場合もう両サイドも削られてきてるので、若干両サイド攻めなきゃいけないかなみたいなことを考えて、これも厳しいですね。ガゴガゴはどっちもトルネで吸われてしまったので、若干の犠牲をもう覚悟して1分残り1分からの2倍タイムにかけるっていう感じですね。ちょっとアドバンテージ取られてる状況では、まあ、あんまりジャイは出せないって感じですかね。そうですね、特にジャイは先出しするといきなりペッカとか出てくることも多いので、相手の敵を見極めてから出したいカード、はい、まあ、この場合はほとんど枯渇なのでジャイを出してもいいんですけど、でも出すともう右がほぼ切ってきた、もうロケット圏内ですね。だからもうこの時点で両サイドどうにかして削らなければいけない。両サイド削って、まあ、試合終了まで一歩折るのが理想な展開ですよね。そうですね、まあ、穴掘りがいるんでラストのフィニッシュ5もあるんでフィニッシュを持ってきやすいデッキですよね、はい。でこの場合あのプリンセスのターゲットがどこに移るか、このジャイに移ったんで一瞬ガゴが生きてしまったんですね。これ結構難しいんですけど、ガゴ群れを若干タイミングをずらして出すのがいいですね。やっぱりガゴ群れにプリンセスはすごく強いので、だからそこでガゴ群れのタゲを取るのがとちょっと待ってください。でこれでも一つを捨てて左削りに行くと、はい、でもこれトルネがやっぱり強いんですね。ジャイに対しては隠蔽でもトルネでも厳しいんですが、特にトルネードっていうのは結構個人個人によって使い方が分かれるの でこれでこう結構一つ取った後はジャイって結構得意なんですよ、ね。まあ、そうですよね、中央からのジャイ出しでのカウンターが強いですね、はい、防衛で残ったユニットに中央のジャイ出しで攻めていくと、はい、でこれでもガゴをとりあえず出して出すだけの状態に出すのが一番いいんですけど、ね、でこれで相手がバレルはないんでホグで攻めてくることを考えても削りにいってますね。ファイアーボールでカツカツと5入れてると、そのフィニッシュで穴掘り5っていうのはかなり強力ですよね、はい、近接ユニットが出てきたとしても5のノックバックでタワーにターゲットがいくんで、はい、残りあとちょっとで削れそうだなという時はこういう使い方もおすすめです、はい。なかなか難しい時もあるんですけど、やっぱりナイトとかが結構来ることが多いので、それに5を当てて穴掘りからディガーから外すっていうのが結構うまいですね。このデッキのポイントとしては、まあ、相手のデッキが分かるまでジャイは安易に出さないっていう感じですかね、はい。あともう一つ、このジャイデッキはあの三重心すごい強いんですよ。おー、タイボ入ってますからね、はい、今リップがちょっとないんですけど、あの相手がエリポンを出した時にジャイとダークネクロを出して、相手がその処理になんかユニットを出してきたらエリクサーポンプに穴掘りを飛ばすっていうのがすごく強くて、これは三重心には強いって感じですね、まあ、このデッキに限らずなんですけど、穴掘り師の使い方としてはまあやっぱエリポンを攻撃するっていうのはオーソドックスな使い方なんですけど、よくあのやりがちなのは穴掘りだけでエリポンに向かわせるっていうのは
あるんですけど、それはある程度のレベルまでいくと簡単に防がれてしまうので、穴掘りの軌道ですね、右に来るのか左に来るのかっていうので、はい、大体守られてしまうので、基本的には前から別のユニットでプレッシャーをかけつつ、はい、穴掘りでエリポンを壊していくっていうのがおすすめですね、はい、やっぱりエリポンを出した時にその時だけこエリクサはこっちが有利取ってるので、その時に攻めてそれにユニットを使わせてからディガーを出すっていうのが一番いいですね。なるほどですね、はい、ありがとうございます。はい、それでは3つ目のデッキ紹介です。はい、3つ目は、ね、記憶に新しい方もいる、はい、淵さんが先日の日本一決定戦で、はい、激しい戦いを繰り広げていたんですけれどもその場で実際に使用したデッキですね、ゴリクの、はい、一番使ったデッキですね、うん、2回使いましたね、はい、ちなみに前回アップデ前でしたよね。あ、そうですね、アップデ前で、うん、ただ影響は受けてないので、はい、もう環境もそこまで大幅には変わってないので、そうですね、まあ、現状も強いと、はい、現状もそのまま強いですね、はいはい。まあ、このデッキのポイントってどんな感じですかね。まあ、見た感じ、まあ、ゴリゴリ押していくデッキなのかなっていう、まあ、簡単に言うと、まあ、確かにゴレに光栄をつけてクローンをするっていう一番簡単なんですけど、うん、やっぱりこのクローンするタイミング、クローン、うん、何をクローンするかっていうのは結構重要で、例えば、うん、メガガーゴイルとかランバージャックはあんまりクローンしても、うん、例えばゴレとランバージャックだけ、まあ、ゴレとメガゴだけにクローンしてもあんまり、まあ、一発でやられてしまいますからね、はい、うん、だからこれはもう肝がダークネクロですね、うん、はい、ゴレの後ろにダークネクロをつけてクローンするだけでもだいぶというか全然違うので、なるほど、これをとりあえず巻き込むこと、あとあんまりクローンで結構クローン手札にあるからってこう腐らないように使おうとするっていう人多いんですけど、でもこれは一試合に2回か3回とかそのぐらいですね。あんまり4回とか少ないユニットに使ってもすぐにダップとかで終わっちゃうので、まあそうですよね、一応3エリ使うんで無駄遣いはしないっていう感じですかね、はいはい、とりあえず多くのユニットにかけるっていうのが一番大きいです。あとこれクローンでゴレをこうクローンした複製した場合、そのクローンと元のゴーレムの爆破ダメージが全部入るとマスケット重視が全員倒されるんですよ。おお、はいはいはい、確か決勝でもやったかな、決勝じゃなくて予選でもやったかな、30試合相手にマッチングしてましたね、はい、これがうまく決まると大体のユニットが消し飛ぶのでこれは決めると爽快すぐ3くらい。ゴーレムの爆破ダメージっていくつですかね。爆破ダメージは259ですね。259なので、まあ、クローンをかけるとこれがまあ518になると、はい、でマスケット重視も体力が598ですね。でちょっと多いんですけど、でもこれさらにゴレクローンが爆破された後のちっちゃいゴレムの爆破ゴレ前との方ですね、はい、それで、まあ、全部当てるのはちょっと難しいので時々嫌な雨も使って、うん、加えつつ、はい、まあ、大抵なんかそのコウモリが出てたりしますから、ね、チクチク削ったりするので、はい、まあ、そこで、まあ、倒すことができると、まあ、何より楽しいですねなるほど、爽快ができるとレイジでクローンで、はい、実際にこれをどんな感じで戦っていくのかというリプレイも見ていきましょう。はい、はい、実際にリプレイ見ていきます、はい、これ初手は、まあ、エリポン入りのデッキなん で、ね、エリポンがあることを祈りつつって感じですかね、はい、祈ってますね、はい、正直予選ではすごい祈ってでもこれは事故ってますね正直、まあ、エリポンあるないっていうのは、まあ、結構ないパターンも往々にしてあるので、ないパターンっていうのはこういった形でアイススピリットで様子を見るっていう感じですかね。そうですね、やっぱり軽いユニットでデッキを回していくって感じですね、うん、ただこれもなかなか、これは左はこれはですね、うん、はい、相手がもう攻めさせてっていう感じですね、うん、あんまりクローン関係ないですね、まあ、受けに回っても守りきれないから右にプレッシャーをかけて、はい、光栄を充実させないという選択肢ですかね、はい、でこれはダークネクラちょっと早めに出してコウモリをたくさん生成させてっていう感じですね、うん、まあ、相手もゴーレム放置することができないので必ずこういった形になりますよね、はい、逆にも右無視してきたとしても 1-1 のタワーのトレードになるんで、はい、そこは問題ないと。エリポンがない時のほとんど苦肉の策なんですけど、この場合はでもゴレ前出しっていうのは結構選択肢に入るんですよね、うん、エリポン出せない時っていうのもあるので、うん、往々にしてありますね、はい、これはちょっと相手攻撃来るかなと待ってたら来て、これジャイホグなんですけど、これがなかなか珍しいですね、ジャイホグ、はい、でも割と海外の大会でちょいちょい使われてるんですね、はいはいはい、でまあでも珍しいですね、はい、まあ、これはあれですかね、キングも十分に狙えるデッキなんで、はい、序盤はまあダメージよりもエリアードをいかに取っていくかっていう、はい、もう半分ぐらい削られるなんていつもなんで、うん、もうエリポンをひたすら守れば勝ちって感じですね、うん、でこの場合相手がエリポンを壊す術がなかったので相手のホグをほぼ放っておいてゴレを出すエリアを貯めたって感じですね。でこれゴレの快進撃が始まると思いきやちょっと厳しいことになるんですね、これ
逆にエリポンにスペル使ってくれても光栄充実させられるんで、それはそれでありですよね、はい、その場合はその場合でも結構普通にゴレ出します。あの、うん、エリポンに5とかを使われても普通にゴレご利用しっていうのができる。さあこれからここで攻めの形ができましたね、はい、これで出るか黒出ますが、ちょっとタイミングが5本とかぶったんですけど、でも十分あの、ね、クローンで機能してますね。やっぱりダークネクロをとりあえずクローンしておけばなんとかなるという、うん、感じのコンセプト。これも攻めるって決めたらもうガンガン入れてらしい感じですね、はい、今もあの先ほどのシーンでもランバージャックを追加してたんですけど、まあ、そんな感じでガンガンいくって、はい、こういうもう攻めるときは攻めないとこれ ほとんど守れないので、うん、こんな感じで、まあ、これはまあ左は最小限に抑えつつ、はい、右に接しをかけていく。結構厳しい形ですね。そうですね、ユニットがちょっと離れてるので、はい、クローンも使い難い位置ではありましたね、はい、でもここでランバージャックが合わせていくと、はい、もう半分以下、1000以下のタワーもほとんどないものと考えで、サンクラを狙います。ここでさすがに相手もスペルを使わないだろうというところでクローンをかけて、クローンかけてすぐに折れますね。早いですね。いやこれは確かに爽快ですね、はい、本当はもうちょっと、うん、予選の最後の試合のように決められたらいいんですけど、やっぱり相手もそうさせてくれないことが多いので、ファイアボールがうまく飛んできたりとか、ね、そうですね、まあ、これトルネード持ちにはどんな感じで立ち回りますか、ね、あそうですね、あのトルネホグ、ファルチェ、前に相手したことあるんですけど、はい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 、やっぱりほとんどクローンは打てないし、あのファルチェを見えた瞬間にほぼトルネが入ってるってことが分かるので、それにしても最近ちょっとトルネが増えているので、クローンはあんまり出したくないんですね。だからその時はそのトルネであまり被害を受けないダークネクロじゃなくてゴレの後ろにメガゴとかを置いて、でちょっとこれは難しいんですけど、逆サイドにランバージャックとダークネクロを置いて、クローンで一つタワーを落とすっていうのも、あ、なるほど、逆にゴーレムの方にトルネードを使わ、はい、トルネードファルチを使わせて、結構ゴーレムの方にコストを使わせた後で逆サイにいきなりっていうのもあるんですね、まあ、クローンを使わなくてもいいですけど、まあ、一応勝ち筋はあるという感じですね、はい、なるほど、了解しました、まあ、こういった形でね、気分爽快なデッキになってますので、はい、ぜひ皆さんも使ってみていただけると、はい、はい、じゃあ4つ目のデッキ紹介なんですけれども、はい、これですね、あのディガーポイにこの前の、バランス調整で情報修正のあった、はい、テスラとムートを加えた、ね、結構なかなか変わったデッキですね。ちょっと変わったデッキですね、うんうん、でもこれがなかなか強くって、やっぱりこのムートがすごい情報修正されてこうコスト相応にやっと慣れたというか、はい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 、ヒットポイントとシールドのヒットポイントが 5% の情報修正だったと思うんですけれども、はい、具体的にこれが向上したことでどういった変化があったような感じですか、まあ、あのゴブリンとかの確定数はそんなに変わらなかったんですけど、やっぱりこの耐久力が増えたことによってこのタワー前での耐久力、この結構射程が長いので 5.5 あるんで、この耐久力とあと攻撃力がちょっと上がったので、ホグライダージャイとかに関する、うん、今まで結構攻め切られちゃうことも多かったんですけど、でもムートの攻撃力の情報でやっぱりこう、まあ、ちょっと難しいんですけど、数字としては B 情報修正なんですけど、うん、もうコスト層をもう5コストで出していってもいい、やっぱりスケラとかにもムートが使われるようになってますし、うん、はい、なるほど。でこのテスラですね、テスラ情報ちょっとレベル8で申し訳ないんですけど、あのガーゴイルの群れとゴブリンがやっぱり一発で倒せるようになって、あとホグライダーも普通に対処できるようになって、かなり攻撃力が増えたんで、ジャイアント相手にも、あとこのインフェルノドラゴンと合わせてやっぱりゴーレムとかラバハンド相手にもかなりやりやすくなって修正しました、ね、 あとはあのライトニングの下方修正もあって、あ、はい、テスラとテスラの中央テスラに対する反対サイドのインドラの処理がかなり難しいですよね、はい、もうやっぱりライトニングがほぼなくなったので、うん、今もあのライトニングゴーレムの方でもライトニングが減って、ポイズン型が増えたりとか、はい、ね、まあ、ロケット型が増えたりとかって、まあ、いろんな変化を見せてますよねゴーレム、はい、じゃあ、今回は、この 4つ目のデッキ の実際に戦ってみたリプレイを見ていきたいと思います、はい、じゃあ実際にリプレイ見ていきます、はい、実はね、あのこれ僕もグラチャレで使ったことあるんですけど勝てなかったんですよ、はい、いやなんかそのそう、ね、なんだろうな、その多分自分なりに分析してみて、テスラの使い方に慣れてなかったんですよね、はい、なんかテスラ4コスで使いやすそうで、まあ、ちょっと使うには重いっていうのも確かにありますね。なんかずっとなんか大砲とかトルネとかに頼ってたせいか、はい、なんか
なんかユニットで守りがちとか、テスラ使ってるのにユニットで守りがちとか結構あったんですよね。これはまあ相手は枯渇だと分かると、はい、やっぱりブートのこの攻撃力上がってこうナイトもいい感じで処理して、うん、結構相手これ苦しいんですね。まあ、ディガっぽいデッキの共通事項ではあるんですけど、まあ、残ったユニットを無駄にしないでディガーと合わせてカウンターしていくと、はい、まあ、これもまあ丸太ノックバックでちょっと悲しい、悲しみのムートになってますけど、そうですね、やっぱりこの丸太でのノックバックがこのムートに結構厳しいですね、うん、これ ムートノックバックしなかったらかなり壊れになりますよね。そうですね、あの ほとんど止められないですね、うん、スペルで止められないのが厳しいです。基本的にムートの前にこういった形でアイスゴーレムをつけてカウンター狙っていくって感じですか、ね、はい、これロケット厳しいですね若干、まあ、インドラが残ったと、はい、ムートがこの位置で止まってしまってもこう、まあ、相手が攻めにくいですよね、はい、このここで守っていてくれてるので、この突きに穴掘りとか飛ばしてもいいですし、これでまあ残ったエンドラにコウモリを合わせて、はい、まあ、大ダメージ当てることに成功したと、はい、まあ、枯渇でって対空カードが少ないんで、はい、まあ、コウモリが行きやすいですね。そうですね、あの敵のプリンセスの、相手がそのプリンセス手札にあるのかないのかといったところを判断しつつ、こういった形でコウモリを効果的に使ってあげるのもポイントですね、はい。テスラはこの位置に置くとこうプリンセスが普通に攻めてくるんですけど、うん、この場合は守りのテスラでこっちはもう大体 OK なので、うん、でこれ穴掘り絶対左に来ると思って右に出すっていうのが結構やっぱり穴ちょっとディガーと穴掘りをちょっと何回も間違えてしまって申し訳ないです。でこれまあマルタポイズンだから結構枯渇相手には強いですね、はい、でもやっぱりこれこの構成だとまあガーゴイルの群れがやっぱり厳しくなって、うん、やっぱりテスラは守りです使えるんですけど、うん、攻める時が厳しくなるんですね、まあ、これでプリンセスと残った右のタワーを処理していくというところです、はい、このムートの端前でコウモリをつけるっていうのは結構厳しくて、相手にとってはタップがない相手にはこれが効くし、うん、ある相手でもまたムートが地上攻撃なんで、うん、はい、そこは刺さるんですね。このちょっとお見苦しいな、これなんですが、まあ、枯渇に対してのインドラは基本出したくないんですけど、うん、相手の先出しナイトでも後ろにゴブリンギャングとかこうやってついてくることがあるので、うん、この場合はテスラの方がいいですね。あれだ、そうですね、コウモリでプリンセスを出させて穴掘りで攻めていくって感じになりますね、うん。なるほど、こういった形で、まあ、基本的な戦い方としては、まあ、守受けて残ったユニットにカウンターでつけていくと、はい、でムートの前にはアイスゴーレムがいいよっていう感じですかね、はい、そうですね、でもこう勝てなかったんで、ね、はい、じゃあありがとうございました、はい、まあ、こういった形で、4つのデッキ紹介させていただいたので、はい、定期的にこういった形で、今の流行りのトレンドデッキですとか現環境の考察をしていきたいと思います、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。本日の動画はこの辺で終了とさせていただきたいと思います。ファイツアップのチャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。それではバイバイ。バイバイ。